ムネさん偉いと思うよ。直接僕電話で、うん、絶対頑張ってねって。ああそうですか、うん、なちなみにどんなことをお話しされてましたか。いや原口さん、ええ、頑張りましょう、一緒にやりましょうって言ってました、ええ、さあ始まりました選挙 .com チャンネル。私 MC を務めます編集長の鈴木邦和です。そして本日も昨日に引き続きましてスペシャルゲストにお越しいただいております、立憲民主党の原口和弘衆議院議員です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう2日間大変楽しいお話を聞かせていただいてますんでいや放送できないとこばっかりごめんなさい、ね、うまくP入れますね、はい、またよろしくお願いします、はい、はい、こちらじゃあよろしくお願いします、はい、3番、はい、3番ですね、もう一度政権交代するにはという、これ結構真面目なテーマになってますけども。そうですね、はい、あのまあ、民主党が政権を担われて、からですね、まあまた野党に転落されてからもう11年ですか。そうです、11年です。これどうですか、この11年のこれまでの歩み。もうありえない、ありえない、時を巻き戻せって言いたい、うん、どこがありえないですか、原口さんにとって一番。同じ失敗を民主党でやったわけですよ。おう、で結局細川内閣も自民党を下野させた内閣なんだけど、あれなんで潰れたかって、2つで潰れてる、はいはい、1つが消費税、はい、絶対に自民党でも無理なことをあれでやろうとした、まあ、あの僕らの政権もやりましたけど、それから2つ目は右左で分かれちゃってるわけです。であの前の動画でお話をしましたけども、アメリカの戦争屋の真下にいる、はい、で真下にいることが保守であり、はい、日本を守ることだと、はい、まあ、とんでもない誤解ですよね、うんうんうん、で右左に分かれて細川連立政権って、あの時民社党が最初に離脱するわけです、うん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 、今度僕らの民主党政権も社民党さんが最初に離脱するわけです、うん、でそれは辺野古の問題、右左の問題 で、はい、で右左で分かれちゃダメなんです。ほう、上か下かなんですよ。その上か下かっていうのは、まさに私たちの暮らしを一部の人間だけが搾取してる、もう大金持ってる、だけど他の人たち何やってるかというと、沈む船の中のイストリゲームさせられてるわけです。なるほど、あなたがいるから私が浮かび上がらないんだって、本当は違うんですよ、うんうんうん、身を切る改革とか何とか言ってるけど、うんうんうん、結局あれ新自由主義の猿真似みたいなことをやって、うん、それを改革だなんて言ってたら大間違いで、うん、僕らは日本は日本の再建と、うん、それから衰退を成長に戻すっていうことをやるんですよ、うんうん、だからあの前の動画でも申し上げましたけども、衰退から成長に日本の弱体化装置を徹底的に取るんですよ、はいはい、日本はねまだまだ力が相当あります。なるほど、世界最大の再建国だ。あの原口さんにぜひお話を伺いたいなと思うのは、さっき上か下かの話があって、例えばその、まあ、自公政権、今の政権与党っていうのは、どっちかというとその上の人たちにやっぱり寄っちゃってるんじゃないか。いや今回も減税解散するとか言って、うん、減税何やんのって、所得税法人税、うんうんうん、おいおいやめてくれよって、うんうんうん、もうただでさえ所得の中央値がドーンと下がってるわけです。消費税で社会保障にするとか言ったじゃないですか、それは大きな間違いで、消費税っていうのは所得が低ければ低いほどより厳しいんですよ、うん、そうですね。その厳しいもので社会保障を賄うって矛盾でしょ。そうですよ、もう税の基本的な話ですよね。税の基本がなってないし、もっと言うと消費税は非正規であれば雇えば雇うほど安くて済むんです、うん、ね、付加価値税だから、うんうん、あるいは社会保険料を低く抑えれば消費税も低く抑えられる、はいはいはい、それを労働組合が応援するっておかしいでしょ、うん、だって実質賃金どんどん下がるわけだ、うんうん、まあ、これがまず第一、はいはい、それからもう一つはやっぱり独立自尊、日本も独立自尊の国にするんです、うん、でもうアメリカも変わってる。昨日かな、RFK ジュニアさんがアメリカの独立宣言したんです、ええ、で何からの独立宣言かっていうと、いわゆるディープステート、でっかい保険会、製薬会社、はい、あるいはでっかい金融会社、はい、ビッグテック、はい、あるいは金融会社、うん、あるいは軍産複合体、これからの独立宣言したんです、うん、日本はそういう戦争屋というのとアメリカっていうのの二重の、うん、なんと真下にいるんです。なるほど。でもね、
もう若い人たちは分かってきた。この尻尾を巻いた日本で。で僕は自民党時代ね、鈴木さん、はい、あの自民党本部で暴れたんです。どういうことですか？それは俺はもう許せんと。あの時湾岸戦争だったんです。湾岸戦争でこういう人が来て、ブーツオンザグランドって言ったんですよ、うん。日本はね、金だけ出して血を流さないとかね。うん、俺帰れって言ったんですよ、うん、で何が血を流さないだと、日本はね憲法の下で世界一の平和貢献国家だと、うんうん、例えば僕のお師匠さん末次一郎先生が作ったのは、うんうんうん、あのケネディの平和部隊になぞらえて、うん、あの青年海外協力隊、はい、青年海外協力隊でもう本当にあれあっちゃいけないことだけど、たくさんの人たちが傷つき亡くなってるんです、うん、それを知ってて私たちはそうでございますって反論しなかったんかと、先輩方、うん、恥ずかしくないかって、ブーツオンザグランドとかショーザフラグとか、うん、帰れってなんで言わない、うん、この間だってあのバイデン氏がアメリカの基地から入ってきたでしょ、うん、なんで文句言わんのだと、うんうんうん、メルケルさんが、はい、あの盗聴やめろってアメリカに言った時、はい、周りの人間なんつってたと思います、皆さん盗聴に気をつけましょうって言ったんです、どこまで尻尾巻いてんだと。これやっぱアメリカに対する日本のというか日本の政治家のこのスタンスっていうのは、うん、どうしてこう、まあ、昔をこう引きずったままというか、そうずっと変わらないんですかね、この原口さんがどう思います？反逆した人が消されたからだっていう人もいますよね。例えば、一緒に拉致議連を作った初代の会長の中川翔一さん、彼はアメリカの国債売っ払いっていう話をしてます、キャッシュディスペンサーじゃないんだって、あの彼と維新劇っていうのを毎年やってたんです、はい、むっちゃ酒強くて、あんな酩酊会見なんか絶対しませんよ。そうなんですか、うん、だからそういうトラウマがあって、でももう天井はないんです、うん、アメリカだって、うん、さっき言った RFK ジュニアさんやトランプさんが、うんうん、ディープステートをやっつけるんだって言って、うん、建国の理念に戻れって言ってるわけですよ、うん、で日本は何なんだと、うんうん、まさにバイデン政権の真下にいて、うん、日本ファーストを全く考えてないです。なるほど、うん、あの原口さんのお話を伺っていると、この何ですかね、この右か左かじゃなくて、そう、既存の対立軸とはもっと違う、全然違う、あの対立軸でやっぱ考えていくべきだと、ええ、そうなればやっぱりもう一度その野党もしくは与党も含めたその枠組みを作れるんじゃないかってことですよね。 その通り、うんうん、まあ枠組みが先か政策が先かって言えば政策ですよ。なるほど、この指止まれで、俺はこれやりたいからみんな来いよってやれば、はい、それは政権交代になります。政権交代っていうのは誰を総理にするかっていう政権選択選挙ですからね、うん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 、これもう一つお伺いしたいのはですね、まあ、民主党政権の時にやっぱりこの、うん、なんていうんですかね、政権を担当した経験というのが、うん、やっぱりこうなかなかこう難しい部分として出てきたなというのは、まあ外の効果に言われていることですけども、原口さんその点はどう思われますか？それは、あの鳩山内閣以降ですよね。ほうほうほう、要するに財務省の、僕ら財務金融委員会ずっといて、彼らに誤するだけの力は当時の民主党持ってましたよ、うん、だけど、うん、あの結局その財務省に巻かれる人たちが、うんうんうん、消費税税に行っちゃうわけですよ、はいはい、でそこのところは今鈴木さんがおっしゃるように、うん、任にあらずの人たちがあの任についちゃったということじゃないでしょうかね。もともとのでも民主党の、まあ、理念もさっきの原口さんのお言葉で、まあ、上か下かで言えば下の方々に寄り添う。そうです、そうです、やっぱり下というか大部分のですね、はい、でだからこ その消費税増税っていう政策は本来はありえない、ありえないけれども結局そっちの方向に舵切っちゃうのはこれ どうしてなんですか？いや、大臣の時にですね、財務大臣が成田空港から、はい、いやもう財政が成り立たない、 G20 かなんかから帰ってきた時に、僕に電話かけてきて、落ち着いてよって、全体の日本のバランスシート見てみてって、はいはいはい、世界に最大に貸し込んでると、うんうん、よくあの財政赤字とか言うじゃないですか、はい、あれは全体の政府予算の中の特別会計もなければ政府、うんうん、他の政府歳出もない一般会計の単なる TL のとこだけなんです、はいはいはい、要するにバランスシート全体で見れば日本はむちゃくちゃ強い国なんです、はい、だから鈴木さん例えて言うと、うん、
時速300キロで走る車を30キロぐらいで走らせてたら、エンジンボロになるじゃないですか。その状態です。それとアベノミクスはそれに気づいたから、ふかそうとしたんだけど、ブレーキも一緒に踏むもんだからクラッチがすり減っちゃった。だから俺に任せてくんないかな。このブレーキは何だったんですか、安倍さんの。増税です。増税です。消費増税。なるほど。ああ、だからそこがちょっと政策としてやっぱり矛盾してた。そうです。片っぽで思いっきり異次元の金融緩和やり、機動的財政やったのに、片っぽで思いっきり金を、特に一番の働き盛りに増税したわけです。思いっきりブレーキ踏みながら、アクセル吹かすから、クラッチが摩耗したっていうのは今の状態です。ありがとうございます。はい、でもまあ、あの、原口さんのお話を伺っていて、やっぱりその、なんですかね、既存の考え方の延長で野党共闘を考えるとか政権交代を考えるよりは、もっとその新しい基軸でしっかりと考えていった方がいいんじゃないかと。日本が何をやるべきかです、でもそれははっきりしてるんで、やらせろ。ありがとうございます、はい、じゃあまた次のテーマ、よろしくお願いします。はい、4番ですね。お、党の意向、個人の意向、折り合い方はということで、これ私、まあ、今回このテーマになってますけど、あ、これね、結構でも、あの、なんですか、永遠のテーマなんじゃないかなと思うのはですね、こう党の考え方と個人の考え方って、必ずしも全部は一致しないじゃないですか。そうですね。そういう時ってどうするがいいんですかね、政治家は。いや、春口さんが今回、これは蹴散らすしかないです。蹴散らすしかないです。春口さんのある意味政治的信念に基づいて、政治的信念じゃなくて、これは、このことを言うんだったら、これは僕が言ってることじゃなくて、例えばアメリカの議会はですね、2019年に36人の議員が、あの、ウクライナ政権とネオナチ政権との関係を明らかにせよと言って、申し入れまでしてるんです。で、この時僕が言ったのは、マックスさんという、その、アメリカの海軍の情報将校だった人が、ウクライナはこういうことを言われてるねって。で、プラウダだったかな、どこの記事だったか、日本はネオナチの保証人になってるって言われてるよねって、危ないよねっていう話をしたんです。僕はネオナチだって言ったことは一回もない。僕が言ったのは、ウクライナ政権は腐敗してると。腐敗してるところに国民の税金を突っ込んだら何が起きるか。あるいは、これはあの、放送じゃ流してないけども、そこに流したらその武器が横流しされてテロリストに渡るってことは言ったけど、これ言ってないんです。なるほど。ちょっとさ、結構その切り取り方がだいぶ、ね、切り取ったのもこの立憲岡田氏という人が切り取ってるわけです。ふざけんなよって。あ、今の P です、ね。今の P ですね。これでもあのさっきのお話に少しなりますけど、まあこの件に限らずですけども、その必ずしも党の考え方と違うなって時出てくるじゃないですか。これも党の考えじゃないんですよ。どうするお前が党じゃねえだろうがって。ああ、そうか、なるほど。あの別に幹事長が言ったからそれが党の考え方ではない。全然もう、この間のあの参政党のやつも第一のあのあれでやったじゃないですか。はい、あれだって、また交通注意だな。あれなんつったと。あの、これ YouTube で言えない例の注射は、ね、感染予防効果があるって言ったんですよ。そんなのね、今頃ね、厚生労働省だって言わないわけです。重症化予防効果だって、あ、まあこれもう YouTube 皆さん、ね。うちのチャンネルバンされたから。ごめんね。せっかく3本目は調子よかった。鈴木宗男さんの離党についてどう、ああ、そうですか。離党っていうかな、僕は馬場さんが最初配慮してたんだと思うんですよ。ね、だから、あのままにしてあげればよかったんですよ。だってね、誰かがチャンネル、あれ、岸田さんがやるべきことでしょ。その、ロシアと、もちろん今ロシアで戦争してる側の国。ロシアが戦争してるのは俺らと戦争してるんじゃないんですから。その外交的なつながりはやっぱり持っておくべきなんですね。絶対持っておくべきだし、もっと言うと、だってウクライナって鈴木さん、あの、ウクライナと中国との核協定ご存知ですか？どういうことですか？ウクライナ、はい、日本のなんか自称右翼は中国がけしからんとか言ってるじゃないですか。ね。だけど、そしてウクライナは偉い偉いとか言ってるでしょ。よう言うわと、ウクライナって、2013年に中国と核協定結んで、中国の核の傘で守られてるんです。
だけどその中国はウクライナにどうします、ロシアとウクライナあなた方は両方友達ですと、ね、早く喧嘩やめてください、戦争やめてくださいって言って、彼らは今サウジともむちゃくちゃいいじゃないですか、日本な何やってんのかってしゃもじ持ってって、別にロシア敵にする必要全くない、いやロシアは侵略国家だからあの敵にするってなったらじゃあアメリカもやれって、なるほど、ね、うん、イラクに侵略したの誰だと、ベトナムのトンキン湾事件なんだと、リビアに何やったと、去年はあのパキスタン何やったと、アメリカがやる分は良くて、ロシアがやる分はダメかと、両方ダメでしょと、アメリカに言えんからアメリカに尻尾巻いて、あなた様がウクライナの代理戦争をやれって言いますから武器を送りますって、どこまであのポチなんだと、ムネさん偉いと思うよ、直接僕電話で絶対頑張ってねって、ああそうですか、ちなみにどんなことをお話しされてましたか。いや原口さん、頑張りましょう、一緒にやりましょうって言ってました、ああそうですか。だってもともとはね、ムネさんは僕の証人喚問で、確かにそうですよね。いやそうでしたよね。え、むしろごめんなさい、原口さんをなんかこう恨んでるとかない、ない。いや、それね、恨んでたんだと思う。だって偽証罪ってあるじゃないですか。証人喚問やって、3つの罪に宗さん問われておられるわけです。そのうち2つが俺の質問なんです。そうですよね、ところがあのあと僕が分かったのは、あれはあの自民党の中の権力争いであって、そして日本を独立さそうっていうのを、あの邪魔する人たちの、まあ、ある意味リークもあったんだと、だから僕は最高裁にその嘆願書を出したんです、鈴木宗男さんの、あそうだったんですか、僕はあの佐藤正さんっているじゃないですか、ラスプーチンとか言われて、どんなに悪い人間だろうかと思って、あるところに夜中に家探しに行ったんですよ、そしたらね、ある A っていう町の、まあ、繁華街なんだけど、その裏側の、まあ、本当に質素なアパートだった、僕はそれを見て、まあ、佐藤さんとはその後仲良くしてるんですけど、まあ宗さんともね、そうなんですね、確かに証人喚問胸をハウスとかやったよな。いやそうですよね、なかなかでも政治の世界の縁って面白いというか、こういろんなことありますね。そうなんですよね、だから宗さんの息子さんの結婚式に俺だけかな、あの呼んでもらったのは。ああそうなんですか、すごいエピソードじゃないですか、それ。だからやっぱり日本を良くしたいっていう強く、強い思いを持ってる人は仲間、尻尾巻いてるのは仲間じゃない。ありがとうございます。はい、じゃあおそらく最後になると思いますけども、よろしくお願いします。あれないですよ。もうないですか。あった。あります。よかったよかった。1番。はい、政治家と難病向き合い方ということで、原口さんはそうですよね。あの2016年の12月でしたけども、そうですね。指定難病の骨形成前症、骨形成前症を公表されまして、その後今度23の悪性リンパ腫。もう大変、神様は俺を何だと思ってんだ。いや、2回もですからね。そうですね、骨形成不全症は、これはあのこれよりひどかったのはあのあれです、院内感染、医療ミス、医療ミスで足にその、MRSA っていう、わかります、耐性菌の、あれが入ってたんですよ。それで7回手術して、本当は俺足長かったんですけど、まあ短くなあのこの時もでも、ご病気と戦いながら、そうですね、戦いながらというか、この指定難病の骨形成不全症は、これあのなんか遺伝性の難病で、子供たちに遺伝してないっていうことが分かって、それであの公表した。で、公表した時に、安倍さんも難病だったから、安倍さんが、あなたのこの公表は、政治家として大変な決断だけど、みんなに勇気を与えますよと。安倍さんがそう、あのメッセージをくれたんですよね。で、難病のこととか、拉致のこと、ロシアのことは安倍さんとは違ったけど、一緒に協力してたんですよね。悪性リンパ腫の公表はこれ YouTube で言えない例のあれがあったから公表したんです。もっと言うと、あの整形塾の後輩で、M のっていう人があの、官房長官なんですけど、
明日俺のとあの質問だからちゃんと答えるねっつったら、分かりましたとか言ってたんです、でも翌日になったら全然忘れて、とんでもない答弁ばっかりするから、髪の毛こうやったんですよ、そしたらカツラっていうの忘れてて、カツラがずれたまんまやってて、ヤフーのトレンド1位になってで、これは、ね、あなんていうかな、これも YouTube で言えない例のやつを言って、YouTube にバンされたんです、はいはいはい、で、世界の政治家に何が自由だ、オープンだって言って、抗議文英語で出したら、はい、なんとそれをたくさん800万回かな、見られた。すごいですね。ああそれで世界の政治あのお医者さんが僕の悪性リンパ腫の治し方、教えてください。今度今週その、テス・ローリエさんっていう、WCH っていうの、彼女もその中の一人で、今度大阪で日本支部の講演やるんですけどね。これね、まあこれ聞いてる皆さん、世の中ね、神様ろくでもないことをたまにするけど、悪いことばっかりじゃない、それに倍するなんか応援、勇気をもらいましたね。今はもうあのご体調は大丈夫ですか？寛解したんです。ああ、よかったですね。寛解しただけじゃなくて、俺は日本のがん治療っていうかな、の仕方っていうのが結構まあもっと治せる、もっと希望があるっていうことが分かった。おおおお、あ、そうですか。ただじゃあ起きない。あのぜひこれからもまた、ますますありがとうございます。いただきたいと思います。本当に3回連続でピーピーでごめんなさい。あの頑張って入れますんで。はい。では原口さんまたぜひご出演いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ちなみにいかがでしたか。大丈夫です。いや楽しかった。あ、よかったです。まあだけど編集の方にね迷惑かけたな。いや頑張りますんで。いつもあの寅さんの反省してんですけど、毎回同じことやってるんです。ありがとうございます。ぜひまたご出演ください。はい。はい、ということで、皆さん本日も高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方をお寄せください。本日もありがとうございました。はい、YouTube さん、バンしないようによろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ありがとうございました。